Oh boy. So, going into this, I have seen some of the leaks. I've seen the character designs for the main cast, and there's like four shots of the PV that I've seen. Because they were floating on Twitter. But that's it. Oh, and that's right, the voice actors also got leaked, but I don't really know voice actor names for Japan, so. Let's go! Let's go! 本日はアニメ「ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン」新情報解禁配信イベント、ご視聴くださいまして誠にありがとうございます。 Let's do it. It's like an hour, I think. 司会進行担当いたします松沢千秋と申します。よろしくお願いいたします。2021年4月ついにアニメーション制作が発表されました。荒木裕彦原作によるジョジョの奇妙な冒険。I'm gonna call November release date. I'm gonna say November release date. ストーンオーシャン。本日は本作の新情報解禁配信イベントと題しまして、YouTube より全世界へ本イベントの配信を行っております。タイトルの通り新情報解禁されますので、ぜひ最後までご堪能ください。それでは早速本日のゲストにご登壇いただきましょう。ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン空城ジョリーン役、ファイルーズ愛さんです。ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン空城ジョリーン役のファイルーズ愛です。よろしくお願いいたします。 I wonder if they'll use her regular voice for it. お願いいたします。お願いいたします。では早速ね、おかけいただいて、はい、お話し進めてまいりましょう。さあ、ファイちゃん、やってきましたよ。はい、ね、ついにですね、こんなに大きくストーンオーシャンのロゴが、ね、ドーンって出る日が来るなんて本当に嬉しいですし、このロゴの前に座れることがもう本当に私の人生で最大の誇りです、ね、そのために本当ここに来たと言いますか、はい、まず振り返りますと、4月4日のジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンの制作発表、かなり反響あったと思います。 I remember like waking up, I think, to the announcement. 改めてなりますが、ジョースター家の一員となった瞬間、決定したお気持ちいかがですか？そうですね、人生で夢が叶うことってどれだけ幸福なことかって思って、本当に今までしてきた努力だったり人との縁だったり、すべてのそういった要因が導いてくれたもので、そのジョジョとの出会いにまさしくストーンオーシャンのテーマである出会いの重力を感じましたし、もう言葉では言い表せないほどに嬉しかったです。もうありがとう、それしか言う言葉が見つからないという感じでした。はい。本当に本当にもともとお好きというか、そのためにね、はい、もうなんというかこの職業についてというか、そうですね、もうずっと学校に馴染めなかったり人生で辛い時に勇気をくれていたのがジョジョで、特にそのジョリーンの姿を見ていろんな辛いことを、人生で辛いこととかも乗り越えられてきたので、ずっとジョリーンのそばにいたいって思ってて、ジョリーンを助ける役がやりたいって思って声優になったんです。はい、で自分じゃこう、yeah, she's like a super fan. ジョリーンみたいな強い女性は演じられないんじゃないかってずっと思っていて、ジョリーンを助ける役が私には向いてると思ってやってきたんですけど、でもスタッフさんや、オーディションに送り出してくださったマネージャーさんは、私ならジョリーンをできると思って信じて送り出してくれてて、それが本当にかなって、ジョリーン役というジョリーンを一番近くにいられて、ジョリーンを一番近くで支えられる役をやらせていただけることに本当にもう感謝しかないです、うん、もう本当に、はい、あなたがジョリーンですよ。 ありがとうございます。どうでしょう、家族やご友人とか周りの反応っていかがでした？いや、もうすごかったですね、やっぱり友人からはもうメッセージがラッシュで来てて、ですし、やっぱり一番こう喜んでくれたのは、そばで支えてくれた親友だったり、あと母ですね。私がもうずっとずっともう徐々に出会った日からずっと、ジョリーンっていう子がいてねとか、もうこのシーンがこうでねとか、一緒にお願いアニメ見てって言ってずっとやっていましたし、それこそ私ジョジョの朗読を経て声優になってジョジョに出たいっていう思うようになったんですけど、ずっと、まあ、実家にいた時は自分の部屋で俺も行くんだよとか夜中に声出して朗読したりしてたので、もうどれだ
けジョジョが好きかっていうのはもう本当に知っててくれてたので、はい、もう夢が叶って嬉しいってもうすごい喜んでくれましたね、はい、余談ですけれども私がファイルズさんに初めてお会いした時もずっとジョジョの話を話してた The JoJo Craze 、ね、止まらなかったです ね, ねいろんなところで言ってるからこう、はい、あの友人たちも、あのこのジョリン役が決まる前からもうなんかこれなんかジョリンっぽいアクセサリー見つけたからあげるって言ってくれたりとかもう本当にどれだけジョリンが好きかっていうのを知ってくれてたので、うんねはい、祝福してくれました。いや本当に祝福しろですね、はい、嬉しいです、はい、本日はそんなねファイルズ愛さんとともにまずはジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン珍情報発表していきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはじめに私の方から本作アニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンのあらすじをご紹介いたします。西暦2011年、アメリカフロリダ州、恋人とのドライブ中交通事故に遭遇した空城ジョリーンは罠にはめられて15年の刑期を宣告される。収容されたのは州立グリーンドルフィンストリート重警備刑務所、別名水族館。絶望の淵に立つジョリーンだったが、父から託されたペンダントを手にした時、彼女の中で不思議な力が見せる。この世には死ぬより恐ろしいことがあって、それがこの刑務所で起こっているのは確実なんだ。ジョリーンの前に現れた謎の証人からのメッセージ。次々と起こる不可解な出来事。面会に訪れた父、空城丈太郎から語られた恐るべき真実。そしてディオという名前。果たして空城ジョリーンはこの刑務所という石造りの海ストーンオーシャンから自由になることができるのか。そして100年以上に及ぶジョー・スタートとディオの因縁に終止符を打つ最後の戦いが始まる、はい、といったストーリーで改めてお伝えすると、はい、そうですね、ジョー・スター家の因縁にね、そうなんですよ。終止符を打つ役割と言いますか。I mean, granted, the two of them have already read the part, but やっぱり私があのストーンオーシャンが大好きなポイントっていうのが、あのまあジョリーンが大好きっていうのもあるんですけれども、今までのシリーズの中で、I'm guessing a November release。シリーズの因縁が深いあのシリーズだと思っていて、はい。でそこでこうやっぱり一部から五部まで受け継がれてきたものがたくさんあるじゃないですか。それにこう決着をつけるっていうのはものすごく大役だと思うんですよ。It is a big important part, ジョリーンだからこそできたことだと思うので、あの本当にジョリーンと一緒に奇妙な冒険をするのがもう本当に楽しくて楽しくて仕方ないです。This, they're talking about the manga, but it's Stone Ocean Part 6 got announced. So 女性主人公です今回。はい。It's like a big event, and they're gonna reveal a bunch of stuff for it. Hopefully, like when it airs, and I'm guessing that it's gonna air in November. 好きだとは思うんですけれども、憧れるポイント、共感できるポイントってありますか？そうですね、あのすごく。あの尊敬してる部分があって、うん、今までのこうジョジョの主人公たちってあの割とこう最初から、まあ、クールとまではいかないんですけれども、うん、こう結構何でもできてしまうキャラが多かったじゃないですか、はい、でもジョリーンって、まあ、本当最初の時って、うん、いわゆる不良娘っていう感じで、うん、こう特に強い意志とかもなく、まあ、こうメソメソしていた部分が多かったじゃないですか、はい、でそれがこう父を助けるというあの大きな目的意識を持つことで、うん、誰よりもどん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 強くなっていく、あの肉体的にだけではなく精神的にも強くなっていく姿を見て私もたくさん勇気をもらって、うん、あの逃げずに立ち向かうことを学びましたし、うん、はい、あのとにかく精神の成長の描かれ方が素敵ですね。そこですよね、はい、本当にどんどんいい女になっていくというかね、うん、そうですね、あの、ね、まあ、今までのこう、うん、いろんな、ね、作品の中でヒロインっていうと、まあ、こうなんか守られてるイメージが強いじゃないですか、うん、でもジョリーンは本当に誰よりも果敢に立ち向かって戦っていきますし、はい、I do have a big feeling that they're going to announce at least the ballpark area when it's going to release. But I don't think we're that far off. When they showed up part 5, it came out a couple months later. Once they really started talking about it.またジョリーンはジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースの主人公でもある空城丈太郎の娘ということで、はい、父と娘のね、そうですね、やっぱりこう丈太郎の娘感を
ぱり強く出したかったので、あ、はい、あの私はもうアニメはもう何回も何回もループして、うん、もう人生の BGM にしてるんですけども、生きてる限りずっとあの家にいる時とかずっとジョジョ流してるんですけどもう流す必要ないくらいだって焼き付いてるでしょ。でもやっぱりずっとジョジョを浴びて生きていきたいのでなのでもうあのいつもあの見ているんですけれども、うん、さらにこうずっとジョー太郎を見て、ジョー太郎の娘なんだっていうあの演技とかを学ぶためにねあの意識を持っていきました、ね、はい、そうなりますよね、はい、楽しみになってまいりましたが、はい、ね、まあ、長きにわたるジョースター家とディオの因縁に決着がつくというまさにシリーズの集大成と呼べるストーリーになっております、はい、そんな本作、まずは新情報解禁配信イベントということで制作に携わるメインスタッフの発表をここでさせていただきます、okay. はい、はじめに本作の総監督から発表します。 This part I'm a little bit ever on because I don't really know anybody. 本作の総監督を務めるのは鈴木健一総監督です。 I know like studio names but that's about it. これまでジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッド、ジョジョの奇妙な冒険戦闘潮流、ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースでシリーズディレクターを担当しました。続いて本作の監督発表いたします。本作の監督を務めるのは加藤俊幸監督です。加藤監督はこれまでジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けないでシリーズディレクターを、また岸辺露伴は動かないアニメーションシリーズでは監督を担当しました。続いて本作のシリーズ構成を発表いたします。シリーズ構成を務めるのは小林靖子さんです。小林さん、小林さんはジョジョの奇妙な冒険アニメーションシリーズファントムブラッドから黄金の風までのシリーズ構成を担当しており、本作ストーンオーシャンにもシリーズ構成として参加していただきます。 Yeah, don't replace her. The music is iconic. 続いて本作のキャラクターデザインを発表いたします。キャラクターデザインを務めるのは篠正則さんです。篠さんはこれまで数多くのアニメーション作品で作画監督を担当されておりますが、ジョジョの奇妙な冒険アニメーションシリーズに参加するのは本作が初となります。続いて本作のスタントデザインを発表いたします。スタンドデザインを務めるのは石本俊一さんです。石本さんはダイヤモンドは砕けないでサブキャラクターデザイン、岸辺露伴は動かないでキャラクターデザイン、okay. 黄金の風では創作画監督を担当しておりました。 This is familiar. 続いて本作の音響監督と音楽を発表いたします。音響監督を務めるのは岩波義和さんです。 Not to be down bad, but...そして音楽を務めるのは菅野雄吾さんです。岩波さんはジョジョの奇妙な冒険アニメーションシリーズファントムブラッドから黄金の風までの音響監督を担当し、菅野さんはスターダストクルセイダース、ダイヤモンドは砕けない、岸辺露伴は動かない、黄金の風の4作で音楽を担当しております。 So we're in good hands. Good hands music wise, for sure. そして本作のアニメーション制作は歴代ジョジョアニメーションシリーズを作り上げてきたデイビッド・プロダクションが引き続き担当いたします。長い間アニメーション制作を、ね、担当してきた歴代スタッフが再び集結する形となりました。 good, good. さあファイルーズさん、いかがですか。いや、もう無意識に敬礼のポーズ取っちゃいましたもうだってあもうちょっと、ね、じゃあ押し着きます、はい、やっぱりこう毎週毎週ジョジョのアニメが放送されるとき、うん、リアルタイムでテレビの前で今か今かといつも楽しみに見ていて、うん、私の人生の生きる糧だったんですよ。やっぱりこう長くジョジョはアニメ化されないんじゃないかみたいな不安もあった中で They tried so many times and every time ファントムブラッドがアニメやりますってなった時に、every time it'd be bad. 本当に嬉しかったのを記憶していますし、ファントムブラッドのオープニングでデレデレテテテのとこで一瞬ジョリーンが映ったんですよ、はい、私はもう絶対6部はやってくれるってこう一瞬でねこう一部から6部までのキャラクターたちが出てきてたので絶対やってくれるって信じてたので、うん、本当に嬉しかったですし、このそうそうたる皆様がね、6部の作制作に携わってくれることがもう本当に嬉しくてたまりません。いや、あのクレジットにまた自分がそこの一部になるというか並ぶということになりますからね。
いや本当に声優を目指した時に、うん、もう、うん、ストーンオーシャンに出れたらすごく嬉しいし、うん、ジョリーンを助ける役ができたらものすごく嬉しいけれども、もしご縁がなかったとしてもこう名前のない役でも、うん、そのエンドロールに名前が載るだけで、うん、もう7部のスティーブン・スティールのように新聞の隅に名前が載るだけで、yeah. っていう本当そういう気持ちだったんですよ。なのでこのようなね素敵な場に来ることができて、もうさっきから嬉しいしか言ってないんですけど、ハッピーウレピーです。ありがとうございます、はい、すごいこれでもかと伝わってくるコメントですが、さあそして他にもメインスタッフとしてこちらの方々でご参加いただきます。サブキャラクターデザイン土屋圭さん、プロップデザイン新妻大輔さん、うん、宝谷幸俊さん、美術設定滝玲希さん、長澤純子さん、渡辺由里子さん、渡辺圭人さん、色彩設計佐藤博子さん、撮影監督山田和弘さん、編集広瀬清さん、 CG プロデューサー浜中豊さん、 CG ディレクター宍戸幸太郎さんとなっております。 改めてメインスタッフはこのようになっております。 Cool, cool. さて今ご紹介したメインスタッフを代表して本日はこの方にお越しいただいております。本作の総監督を務められます鈴木健一総監督です。どうぞ。総監督の鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは、はい、おかけいただいて早速始めてまいりますが、まずは鈴木総監督はスターダストクルセイダースでシリーズディレクターを務めて以来、本作で再びジョジョの奇妙な冒険アニメーションシリーズに帰ってまいりまして、うん、改めて携わることへのちょっと気持ちをいただいてもよろしいですか。まあ単純に因縁が終わるので今までのシリーズの、はい、なのでまあ嬉しいっていうことと、まあ、早く作りたいなっていう、うん、あと昔のキャラクターに会えるのってまあ、早くやりたいなっていうのが、まあ、最初の印象でしたね。そうか、再会になりますもんね。そうなんです、そうなんです、うん、ね、シリーズ集大成、そしてまた歴代シリーズを作り上げてきたスタッフが集結しておりまして、どういった体制で制作に臨んでいらっしゃるんでしょうか。体制ですか。体制はまあ今まで特に変わることはないんですけれども、うん、新しく入った方々もおられるので、はい、まあ、その人たちにはまあこういう特徴で作品作ってますよっていうまあ説明をさせていただいて、うん、まあ、日々作ってるって感じですね。今回は特にこう、ね、女性陣が増えたこともあったり、あと新しいスタッフの方もいたり、ちょっとこう、ね、新しい風もありますよね、うん、そうですね、うん、まあ、今まであんまりなかったんですけども、女性スタッフにいろいろ聞くようになりましたね。これってどう思うとか、この色ってどう思うとか、これ気持ち悪いとかってよく聞いて、反応を伺って作ってますね。ちょっと気になるのが、今回のストーンシャンって結構こう女性同士のこう際どい会話だったり、生々しい面もあると思うんですけれども、Keep it all in。 まあ、その辺はやっぱり韓国なので、はい、基本的には変更せずに、やっております。はい、That's good. じゃあ、あのシーンの会話も、このシーンのやり取りも忠実に、あら、いろいろ言っていただいてます。はい、楽しみですね。それこそ、ね、ガヤ撮りというか、はい、やっぱの時とかは、うん、女子刑務所なので結構なんかもっと品悪くだったり、そういうディレクションをいただいたりしてて、そういう細部までのこだわりも感じました。街とかだと普通の会話で結構にぎやかにガヤつけるんですけど、はい、一応刑務所なのであんまり死後禁止じゃないですか、はい、だから本来はシーンとしちゃうんですけど雰囲気出ないので、はい、ボソボソと喋ってもらったりとか、あと、まあ、汚い言葉でよろしくっていう話でお願いしています。ちょっとね、ひりつくような雰囲気とかね、ますます楽しみになってまいりましたが、ではね、そんなお二方とともに今度は新情報の解禁に再び移ってまいりたいと思います。 I'm assuming now we're going to show off the cast of the main characters。 メインスタッフ情報に続いてジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンキービジュアルもこの場で発表させていただきます。こちらです。 Yep, I've seen that, that's been leaked。 ごめんなさい、声が出ちゃった。ちょっと、ちょっとファンみたいに。やばい。
I mean, everyone looks good. I still don't know why they switched Jotaro's pants. He's got like leopard print pants now. ガオンして空間削り取ってもいいとここに持ってきたいですね。はあ。今行った方がいいですか、感想。てか今行って。あの、ラフは、あの、見せていただいてたんですよ。色がついた状態で見たのが初めてで、この一点透視図法の構図の一番向こうに、 父さんがいるのがもう本当に最高すぎますね、これは。すごいとこついてきた。目標までのこの道のりのように感じられて、この1万円の中で仲間たちの絆や、その、シリーズのこう、なんだろう、ストーリー性をすごく感じました。総監督いかがでしょう。いや、あの、かっこよくできたんじゃないかなと思って。今回、 I think it was pretty cool, you know. 横型で作りたいと、バーナさんの方から話がありまして、まあじゃあ横でっていう話で。 今まで多分ジョジョのシリーズ全部立ってたと思うんですよね。で、今回ストーンシャンは横で行きましょうという感じで、シノさんに書いていただきました。かなりかっこいいと思ってます。一生見れるな、これは。これでも、多分ポスターとかになるんじゃないですかね。わかりますけど。楽しみです。また天からのカットみたいなね。 そうなんですよ、この見つめる先に何があるのかっていう想像力をかき立たせてくれるような構図も素晴らしいですね。アニメのカラーリングで、こう色のついたキャラクターたちって、やっぱ原作ファンは絶対見たかったものなので、こうあのメインキャラクターたちがこう出てきてくれるのは本当に嬉しいです。こちら空城ジョリン、そしてエルメスコステロ、 フーファイターズエンポリオアルミン、空城ジョータローのイラストが描かれた厳しいあるとなっております。アニメーションとしてどのようなキャラクターが動いていくのか気になるところですが、さらに本日はジョジョの奇妙な冒険ストーンシャンのTV を初解禁いたします。それではご覧ください。 The very beginning. 15年、15年、15年。私の青春が15年。当法廷は被告ジョリーン空城を15年間州立グリーン・ドルフィン・ストリート10警備刑務所にて収容するものと確定する。何やったの？なんでパクられた？無実よ。本刑務所は警備レベル4はマキシマムセキュリティ。 刑務所じゃ最低でも100か200ドルは持っていかないと生命に関わる。何なの？いろんなことが起こりすぎる。明日の昼、あなたに面会に行く。エンポリオ。絶対に面会室に行っちゃいけないんだ。何これ？お守りのようだよ。行った。離婚した君のお父さんが娘の君が困った時に渡すようにとお母さんに言ったらしい。ジョータロー。<笑> Weather report. Yeah, they switched to Anastasia to Anastasia, like I thought. Is that White Snake? あの交通事故。あそこの明かり窓から飛び降りたらさ、死ぬと思う。この刑務所に送られる直前、私はあれを拾ったんだ。ジョリー、俺はここからお前を出すために来た。 何なのよこれは。Oh, it looks good. Oh, I'm excited. I still want to see Poochie. I want to see Poochie. 鳥肌がすごいです。 本当にこう、なんだろう、なんかすごい壮大すぎても言葉が出てこないんで。さっきでも PV 見ながら。
からいっぱい言葉出てましたよ。いやなんかもうまとめられないですこの感情は。確かにちょっと泣き声みたいになってましたからね。本当に。いやもうどれだけこうね、うん、あの待ち望んでいたかっていう、もう私だけじゃなくもう画面の向こうのあのジョジョを愛する皆さんが待っていたものだと思うので、もう皆さん。That was pretty good for a PV. That's why I think it's going to be in a couple. It's maybe around November. Maybe a little bit after November is when I think that they're going to have it. 監督いかがでしょう？総監督として。Or at least when it starts airing. 大変です。でもなんかあの楽しんで作れてるのでなんか、面白いですね。ワクワクして早く先を作りたくてなんか仕方ない感じですね。今の PV だけでも動きであったりとか、はい、情報量がボリュームあったんですけれども、はいね、やっぱとにかく音楽もすごくて、はい、その音楽とこの映像がすっごいマッチしてて、はい、そこもジョジョのアニメの魅力なんですよね。ですしこう見たいところ、ファンの見たいところをすごい心得ていらっしゃる。Yeah, the trailer showed the first like five chapters maybe. 初メインテーマもね解禁となりましたからね。はい。そうですね。戦う女性主人公。はい。とにかく力強さを感じましたし。Like they didn't show much. あのなんだろう。In it. ジョリーンの置かれている状況だったり、そこからこう立ち上がっていこうとする。強さだったり父親譲りの一面がこの PV にも、うん、あの見て取れたので早く早くも続きが見たくて仕方ないです、うん、総監督としてはこだわりを、ね、もう何だろう抱いている点だったりとかあとそのメインテーマだったりとかはいかがですか？まあ、前がイタリアだったので、まあ、今回あのアメリカに舞台が変わるので一応まあアメリカを感じるような曲ということで菅野さんにお願いしていて、まあ、ちょっとジャジーな感じ、ジャズっぽい感じで。It's what we're listening to right now。ということと、まあ、ジョリーンが娘ですから、ちょっとそのスターダストの感じも雰囲気としては出したいって話をして、お願いしていましたので、曲がった時はかっこいいなっていうふうに普通に音楽は楽しみだなって本当に思いましたね。早く全部こう作っていって一歩と当てていきたいなっていうふうにすごく思いましたね。劇版聞いた時には。そうですよね。どこかにやはり丈太郎の遺伝子を感じるというか、それは結構すごく意識してます。あの通常以上に原作以上にそのお父さんの存在を、意識してジョリーにアニメ版のジョリーには意識してそれを盛り込んでます。 I'm excited in like a day or two for people to like isolate this アニメ本編ますます and like recreate it。 そしてさらに新情報は続きます。先ほど PV 内でも使用されておりました。ここで本作のメインキャラクターを演じる新キャストの発表をさせていただきたいと思います。こちらです。 Hermes I have no idea what she does like one of their other works so Foo Fighters which they'll have to abbreviate as FF because you can't say that name in America or the parts of the world. Emporio. Weather report, but it's weather forecast because his name is copyright. He's got his nipples covered at just the right spots. All right, Anna Sway.Or Anastasia, because Anna Sway is also copyrighted. I wonder if they'll show him as a girl for his first appearance and then switch his gender over, like in the manga. What is with Jotaro's pants? They're so different than they are in the manga. ついに新キャスト6名が発表となりました。そして本日は先ほど解禁されたキャストより、こちらのお二方にお越しいただきました。エルメス・コステロ役田村睦美さん、フーファイターズ役伊勢マリアさんです。どうぞ。As everyone scooches the fuck over. ではまずお一人ずつ自己紹介とご挨拶、田村さんからお願いいたします。はい、エルメス・コステロ役田村睦美です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
続いて伊勢さんお願いいたします。はい、フーファイターズを演じさせていただきます伊勢マリアです。よろしくお願いします。 Yeah, I think that's a good fit. I think that's a good fit for, voice, for Foo Fighters' voice. おかけいただいて早速お話進めてまいりましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうですか？ドキドキする。いや、緊張しますけど、はい、綺麗な色ですね。本当に、ね、鮮やかで、ね。では改めてまず田村さんから、エルメス・コステロは、ね、ジョリーンが刑務所で出会った明るく情に熱いキャラクターということで、はい、まあ、役に決まった時の感想などからいただいてもよろしいですか？はい、まあ、もう叫びましたよね。携帯電話、あ、いや、電話越しに、はい、発表されたんですけど、マネージャーに。It's big news. っつってね。Get cast into JoJo. 小学校の時に本誌でちょうどストーンオーシャンがやってて、はい、それを読んでいたので、で、こういうかっこいい女性いつか演じられたら嬉しいなってすごく思っていて、で、JoJo のオーディション自体は何度か受けさせてはいただいてたんですけど、まあ落ちてましたよね。でもこのために落ちていたのかなっていう、はい、エルメスやれてめちゃくちゃ嬉しかったです。いや、はい、出会いの重力ですね。はい、いや、そうですね、はい、私も嬉しいですというか、当時連載時から読んでてやっぱりエルメスってこうかっこいいなっていう、ね、かっこいいですよ ね、 ね、なんかジョリーンを常に助けて、うん、で、なんていうんですかね、かっこいいけどちょっとこうお茶目 な、うん、なんか女性らしいところもいっぱいあったりとかして、うん、すごく演じがいがあるなって思って、ね、なんかそういう役をやらせていただけるようになったのが本当に嬉しいです ね、 ね、うん、今の佇まいもちょっとエルメス感ありますものね。本当ですか？かっこいい、なんかフェイクレザーですね。そう、yeah, 現場でも結構なんか場を明るくしてくれたりとか、私がやっぱ一番新人なので、フォローしてくださったりとかして、本当にだんだん本物のエルメスに見えてきました。本当に嬉しい、イエーイ。こんな感じで、そんな感じですね。さあ、そして伊勢さん、伊勢さん、はい、フーファイターズもいいキャラクターですよね。そうですね、私も以前のシリーズで何度かオーディションを受けさせていただいたことがあって、本当にもう受かったっていう連絡をいただいたときは外だったんですけども、うん、やったそんなに叫んでしまって、やっぱりその合否の連絡が来るまでも生きた心地がしないぐらい本当に並々ならぬ思いでオーディションを受けさせていただいてて、やっぱり私も初めての出会い小学生の時だったんですけど、いとこの家にジョジョの原作漫画がありまして、なんか読む用と保存用、oh, for reading, another for preserving. なんか全部2巻ずつあるぐらい本当にジョジョが大好きで、その影響もあって私もなんかその夏休みとかいとこの家に行くとやっぱ漫画読んでたりとか絵を描いたりしてたんですよ。だから本当にアニメも本当に前のシリーズから見させていただいてたので、一ファンとしても大好きな作品だったのでものすごく嬉しかったですね。またジョリーンがね、刑務所で出会う謎めいたキャラクターというね、はい、そうです。いや、楽しみです、ね、もうフーファイターズがもうすごく好きで、まあ、エルメスも大好きなんですけれども、はい、私先ほどずっとジョジョの朗読やってた、その時によく演じていたのがフーファイターズだったんですよ。で、もちろんオーディションではフーファイターズも受けさせていただいたんですけれども、伊勢さんのフーファイターズを聞いた時にもうぴったりハマったんです。私がいつも漫画を読みながら思い浮かべていた声だと思って、エルメスもそれで、あ、嬉しい。本当にね、最初にこう現場でお会いして聞いた瞬間に、yeah, they've been at recording for a while. This is what I figured and got the impression before, but there is like super confirmation. すごいさらっと当たり前のようにね、もう出てくる。そのぐらいもう二人の存在感がキャラクターと合致していて素晴らしかったです。嬉しい。はい。選んでくださってありがとうございます。ね、まあ、こうして3名本日揃いましたが、すでにアフレコの方も始まっていると伺いまして、はい、どんな感じで、はい、一体もう空調どれだけ下げてもめっちゃみんな汗かいてるみたいな感じですよね。そうですね。
なんかやっぱりすごく現場の雰囲気を、うん、あのファイちゃんが、うん、あのファイちゃんで呼ばせていただいてるんですけど、はい、ファイちゃんがすごく盛り上げてくれて、うん、やっぱりジョジョのいろんな知識とか、うん、あとそのアフレコ終わった後に、うん、なんかあの LINE グループを作ってくれて、はい、なんかジョジョのスタンプでみんな応酬し合うみたいな本当に放送前からすごくいいチームワークを、うん、はい、作らせてもらってるなと思います。という間に仲良しになって、うん、今日も3人で髪にキラキラ入れたら可愛くないですかって言ってお揃いにしたんですよ。ラメ持ってきてくれたんですよね。そう、みんなピカピカしてる。そうなんですよ。見えるかな。That's gonna be fun to get out. あとはやっぱりね、もうなんだろう、こうお芝居で引っ張ってくださってる部分がすごく多いので、こう私がやっぱりまだ経験も浅いなので、何回かこうやり直しさせていただく時も、もう大丈夫だよ大丈夫だよってこう。後ろから背中を押してくれて、やっぱり私一人ではジョリンっていうキャラクターは作れなくて、スタッフの皆さんやこう演者さんがみんなで一緒にジョリンを作ってくださってるっていう風に印象を受けました。でもファイちゃん の, あの本当にジョジョの知識がすごくて、なんかあのちょっとあれこれってこうで合ってるっていうようなやつをあの音響監督からなんか質問があったりとかしてそれをファイちゃんが答えるみたいなそういうシーンですね。なんか普通は演者の方が音響監督とかディレクターさんにこれってこうですかって聞くことが多いんですけど、なんかここの現場に関しては音響監督からこれって合ってるってそのファイちゃんにみんな聞くみたいないやもうジョジョに関してはウィキペディアにページ作れるぐらい詳しいと思ってます。すごい、すごい、うん、総監督としてはいかがでしょうか、現場であったり。まあ、あの今までずっと男性が多かったので、あのすごく華やかな現場になってますね。そうなりますよね、はい、いつだったかあのファイルスさんが本番前に、はい、さあじゃあオラオラしよっととか言ってたからもうこっちがみんなですごいこんなん聞いたことないよねオラオラしよっとあと皆さん女性なんでコンビニ行ってくるぐらいの感覚で背が低いのであのマイクがみんな低いんですよね。だからこっち側から見るとあの皆さんがこうやっててるところ姿がすごく見やすいです。男性だとみんな高いのであんま見えにくいんですけど、今回はなんか女性なので常にマイクが低いなっていう感じがしてて、It's a big woman cast for part 6, so. あまり監修とかでね、男性とかいらっしゃいます。そうですね。Almost entirely, yeah. しかしこう、まあ、女性が多いといってもやはりジョジョ、あの特にこのストーンオーシャンもそうなんですけれども、全部セリフがこうほとんど叫びのようなボリュームありますよね。いやそうなんですよ、もうずっと喉スプレーああってやりながらやったり、そうなんです。でも逆にこうお当番会じゃない時もあるんですね、そういう時はこうなんか今日ちょっと叫び足りないなっていうぐらいもうなんかだんだん慣れてきちゃって、もうスタッフさんとそれは already gotten far enough that ジョジョの話をして it's fights with the other main crew against an enemy ことをしたりしてますね。終わった後も3時間ぐらい残ってるんでしょ体調3時間体調3時間そんなにそうラビングも見学し本当にすごいもう大好きで、ジョジョの現場に来るたびにもう空気吸えるだけですごい嬉しいですし、もう第1話の時はもう緊張しすぎてなんか前日から痛覚がなかったんですよ、ね、どういうことなんかんない本当にだからぶつけても痛くないしみたいな、本当に緊張しすぎるとこうなるんだっていうので、うん、初めて聞いたけどそうなんです。あとやっぱジョジョならではだなって感じるのが、こうそれこそ結構こうなんだろう、小声で話すように指示があったりするシーンとかあるじゃないですか、シーン的にこう監視にバレないようにだったりっていうこともあったりするんですけど、まあこうあの音響監督の岩波さんにここ小声ってどのぐらい小声にすればいいですかねって私とねむつみさんで聞いたら、返事が徐々に小声はありませんって言われて、小声チックには話したけどね、小声チックにしたけれども最終的に張るっていうね、まあ、そこそこあのウィスパーで声がでかいみたいな、そうそうそう、本当にそれがもう徐々ならではだなって感じました。そうですね、徐々ならではといえばやっぱあのなんとかじゃあないっていうね、
あれに苦戦してる人はやっぱり多いですよね、うん、私もそれ、ね、その度に岩波さんが本当にこの現場だけのスキルで申し訳ないんですけれども、青を立ててくださいって、うん、おっしゃってて、うん、そうですね、あと小さい「つ」が多かったりとか、あ、そうです、必ずありますね、あとなんか効果音みたいな、なんか言葉も、うん、なんか全部その台本通りとか文字通りのなんかアドリブっぽいセリフもなんかそのまま読んでくださいみたいな、だから結構こういうシーンで本当だったらとかこうね息っぽいのをうわっみたいな、はっきり言ってうわーって書いてあったらうわって読む、そう、それもなんかジョジョならではだなって思いました。結構なんか締められたりひどい目に遭ってることが多かったので、グエとかゲーみたいな、そのまま読んでるのがすごいちょっと個人的にはツボでした。そうですね、あとバトルしながらこう説明してたりとかもありますもんね。 ありますよね。 It's a lot of brain thinking。 食らいながらすごい説明してたりするなんかそこがまあ見せどころかなみたいな、めっちゃ熱くなりますけどね。楽しみだな。総監督いかがですか。まあ、いつもだいたい叫んでいただいてるんですけど監督どうですかって聞かれるので、もう一段上げてくださいっていう、ありますね、はい、お願いしてるので、そうするとみんなだんだん上がってきて、みんなこっち側でもいや徐々になったねっていう風にで歴代だいたいみんなブースから出てくると暑かった暑かったってみんな言ってるので、まあ、今回もまたそんな風になってるなと思いました。それは汗だくになるわけです ね。汗吹き出てますね。まあ、アフレコもそのように順調に進んでいるということで、本編も気になるところですが、先ほどの PV も感想など伺ってもよろしいですか。改めていかがでしたでしょうか。めちゃくちゃかっこよかった。かっこよかった。もう興奮しちゃって、なんかとにかく音をもっとちゃんと近くで聞きたいから、すごいこうテレビ画面にすごい近寄ってね、音聞いてね聞いちゃいました、ね、やっぱ刑務所だなって感じがして、すごいワクワクしましたね。音楽がかっこいい。かっこいい ね。音楽かっこいいよね。めちゃくちゃかっこいいですね。I'm gonna go back and listen to it again。本当に。あとはストーンフリーもここで映像一部ね公開されましたね。もう何も言えない。もう良すぎて、もうやっぱスタンドのディテールの細かさが、ね、もう本当に大好きなんですよ。もうだからこそアニメのジョジョのシリーズのスタッフさんにはもう本当にもう敬意を表するって感じなんですけど、もうそれに尽きます本当に、はい、いやしかし今回も描いていくの They're gonna be hard this season. There's some weird shit. 今回一番大変な感じがしてますけどね。カロリーが高い感じしてます。はい。The stand game gets brought really high up in this part. まああんまり細かいことは言いませんけれども、ちょっと書くには不可能なやつもいっぱいあるので、Some are very hard to replace. いろいろトンチを使ってやってますけども、はい。それこそやっぱりジョリーンのスタンド、ストーンフリーは糸じゃないですか、はい、その糸の持つなんかしなやかさと集まった時の力強さっていうのの描き分けがものすごいので、もう本当に一作品のファンとしても本当に楽しみです、ですね、はい、そして本日はこの場にいらっしゃらない新キャストの中から一部ビデオメッセージをお預かりしております。皆さんこんにちは、エンポリオアルニーニョ役を演じさせていただきます種崎あつみです、私はストーンオーシャンはもちろん全部読ませていただいてるんですけども、それを読んだ時に一番心を惹かれたキャラクターがエンポリオだったので、役が決まったって聞いた時には本当に光栄でとても嬉しかったです。以前岸辺露伴は動かない六壁坂で大里直子役で出演させていただいたことをあったりしたんですけども、その時にも自分がこのジョジョのシリーズに携われる日が来るなんて思ってなかったので、やったーと思ってたんですけど、まさか今回エンポリオ役を任せていただけるだなんて、もう本当に光栄です。本当に嬉しいです。でもうアフレコも始まっているんですけども、ジョジョの現場ならではのディレクションがたくさんで、キャスト陣の激アツなお芝居
お間近で感じられて、なんかもう本当に毎回楽しくって、この現場にいられて幸せって毎回思ってます。いや本当に幸せです。そしてですね、あのファイルーズ愛座長がですね、ジョジョ愛が本当にものすごいので、なのでもうそれに負けないように、もうついていけるように、あとジョリンお姉ちゃんを何でしょう、精一杯支えられるように、あの頑張って演じていきたいなと思っております。放送まで楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。これからどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。エンポリオ役種崎あつみでした。みなさんこんにちは、ウェザーリポート役の梅原雄一郎です。今回ウェザーリポートを演じさせていただくことになりまして、正直ですね、オーディション時は全く受かると思っておりませんでした。I can totally see him as well. The report,受けられてよかったななんて思っていたら、まさかの、ウェザーリポート役ということで、まあそうですね、歴史のある作品ですし、ファーストシーズンの放送時にはですね、僕まだ声優ではなくて普通に一視聴者として見ていたので、まさか、徐々に関われるとは思っておりませんでした。皆さん期待している作品だと思いますし、それに応えられるかどうか正直不安でいっぱいです。アフレコも進んでおりますが、いまだになんでウェザーリポート受かったんだろうっていう、不思議だななんて思いながら、迷いつつも、全力で演じさせていただいております。まあ、役が決まってからですね、原作の方も読ませていただいたんですけれども、なんか一巻を読んでる時に、あれこれどっかで読んだことあるなって気づいたんですよね。なんとですね、大学生の頃、確かまだファーストシーズンとかアニメが始まる前にですね、漫画が好きな友達の家に行って、膨大な漫画の中からなんとなく選んだ一冊が、このジョジョの第6部だったわけですね。なので、あ、こういう巡り合わせもあるんだなということをですね、感じました。まさか、当時はですね、ウェザーリポートを受けることになるとは、思っておりませんでしたので、そんな運命を感じています。fucking... アフレコも始まっておりまして、とても熱量のある、きっと皆様、楽しんでいただける作品になっていると思いますので、ジョジョの奇妙な冒険ストーン社、どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、ナルシソアナスイ役の並川大輔です。今回この大役を、Honestly? やらせていただくということで、非常に I feel like I view Anna Sui's voice is a little higher pitched, but オーディションの時はよく覚えてました。覚えてましたって、まるで死んだ人みたいになってますけども、よく覚えてます。なんていうんですかね、こうテープオーディションっていうのがあって、一回こう書類審査みたいのがあるんですね。その後、まあ、セリフを聞いてもらって、その後スタジオに呼ばれて、今回オーディションさせていただいたんですけども、そのスタジオの時にこうバーって、まあ、どこのシーンかというよりも、まあ、演じさせてもらったんですね。その時によく覚えてるのが、非常に気持ちよくやらせていただきました。もうなんかすごく素敵な役なので、少しでも演じることができたら嬉しいなって言って、ちょっと満足感があるぐらい、落ちる受かるは別として、演じさせていただいたんですけど、したら合格という、お知らせが来まして、逆に今はプレッシャーを感じております。やっぱりすごく歴史ある作品ですし、ファンの方が、多い作品でもありますので、皆さんの期待に応えられるよう頑張っていきたいな。 It looks like he's like looking around for like notes. 原作もですね、まだ like there, it looks like he's like looking at a list of things he needs to say. アナスイというキャラクターは、まあちょっと神秘的で、ちょっと怪しくて、でも強いところはしっかり強くてみたいな、非常にいろんな顔を持っているキャラクターなのかなと思いますので、皆さんのお気に入りのキャラクターになるように精一杯演じていきたいと思いますので、どうぞオンエアを楽しみにしていてください。それではまたどっかでお会いしましょう。並川大輔でした。
I don't even remember Anna Sui doing much actual fighting in the part. He's the member of the group that's hard to write an interesting fight around. There's one every season, or every part. さてあっという間ではございますがお時間迫ってまいりました。Show me Pucci. We will announce the release date on streaming services and TV. Here we go. December 2021, the season. I was 1 month off. On Netflix ahead of airing on TV. Then starting in January 2022, it will air on Tokyo. BS11 にて放送開始予定です。Okay.So VPNing into Netflix. いよいよ gotcha. 本当に始まりますね。はい。楽しいですか？もう一ファンとしてもすごく楽しいです、ね。Yeah, I knew that they had to be close. I knew it had to be close. はい。全世界、全世界ですよ。But yeah, that's about what I thought. I thought it would come a little earlier, but 原作を読んだことがなかった方にも知っていただけるじゃないですか。そうなった時に私が昔ジョリーンに対して憧れの気持ちを抱いたみたいにアニメでジョリーンを見て憧れの気持ちを抱く人たちが増えたらすごく嬉しいなって思います。ここから入る方もいらっしゃいますからね。はい、楽しみです。続いていくつかお知らせがございます。ねえ、まず原作情報です。現在ジョジョの奇妙な冒険シリーズ第8部やジョジョリアンがウルトラジャンプにて好評連載中です。8月19日発売のウルトラジャンプ9月号ですがついにジョジョリオンが最終回を迎えます。 weeks,、so. ラストまで見逃せない展開ぜひ本誌でご覧ください。 I still need to sit down and read it. またジョジョリオンのコミックスは第1巻から26巻が好評発売中です。こちらもぜひチェックしてください。そしてイベント情報です。ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンのアニメ化を記念して渋谷ナンバで開催していた特別イベントジョジョ新たなる旅立ちが大分横浜でも開催いたします。8月13日金曜日から22日日曜日までの期間アミプラザ大分にて9月中旬からはマルイシティ横浜にて開催いたします。詳細はメディコスエンターテインメントのホームページ公式ツイッターをご確認ください。名残惜しいですが、はい、まだまだお話もたくさん聞きたいところですがお時間迫ってまいりまして、最後に皆様からメッセージを頂戴してお別れとさせていただきます。Here's a word from your guest. まずは伊勢さん、Show me Pucci. はい、なんかキャスト発表がすごく待ち遠しくて本当にすごく私自身もなんか放送が待ち切れない思いでいっぱいですし、本当に全世界にたくさんのファンがいらっしゃると思うので、どうぞ期待して待って待っていてほしいなって思います。今までのシリーズに負けないぐらいの熱量を今回は作品にしていきたいなと思っております。頑張ります。ありがとうございます。続いて田村さん、いかがでしたか？はい、今回はキャスト発表ということでね、まだ放送も配信もされていないのでネタバレとか禁止だったじゃないですか。だからこう放送とか配信されてみんなでジョジョを語り合えるような環境になってまたこういう機会があったら嬉しいなって思います。もう間違いなく面白いのでぜひ期待して待っていてください。はい、ありがとうございます。 Somebody who's also read it, I promise it's worth it. It's worth it.はい、It's actually probably one of my least favorite parts, but it's still really good. すべてもちろん見てきたんですけれども、どのシリーズにも共通してやっぱりスタッフの皆様、演者の皆様がジョジョに対する愛と敬意をすっごく持って作ってくださっていて、このストーンオーシャンの現場でもそれをものすごく感じていて、細かいところまでのかける時間だったり愛情だったりってやっぱりそれだけの情熱がないとできないものなので、このような素晴らしい作品に携われて本当に嬉しいですし、やっぱり愛イコール理解ということでね、私もこれからも愛を持ってジョリーを演じさせていただきたいなと思います。放送や配信までもうしばらくお時間ありますが、ぜひ楽しみに待っていただければと思います。ありがとうございます。では最後に鈴木総監督お願いいたします。はい、まあ頑張って作ってます。まあ長いシリーズですけれども、まあ
It's going to be a long season. It is kind of. Quality を維持しつつ頑張りたいなと思ってます。It is kind of a long part. ありがとうございました。以上でアニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン新情報解禁配信イベント終了とさせていただきます。改めてシリーズ集大成として制作しております本作の完成楽しみにお待ちください。ここまでご覧いただきありがとうございました。キャスト総監督の皆様とお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。I don't know if the theme's gonna be as iconic. They're showing it again. Okay, I was gonna watch it again anyway, so. Fifteen years.何やったの？なんでパクられた？無実よ。本刑務所は警備レベル4マキシマムセキュリティ。刑務所じゃ最低でも100か200ドルは持っていかないと生命に関わる。何なの？いろんなことが起こりすぎる。明日の昼、あなたに面会人が来る。絶対に面会室に行っちゃいけないんだ。何これ？お守りのようだよ。離婚した君のお父さんが娘の君が困った時に渡すようにとお母さんに言ったらしい。おやち。この世には死ぬより恐ろしいことがあって、それがこの刑務所で起こっているのは確実なんだ。ワイツネーク。この男が仕組んだものだ。あの交通事故。いた。あそこの明かり窓から飛び降りたらさ、死ぬと思う。この刑務所に送られる直前、私はあれを拾ったんだ。ジョリー、俺はここからお前を出すために来た。なんなのよこれは！手に入れたらしい。それがスタンドだ。ほら！ Hell yeah。ストーンフリー。私はこの石の海から自由になる。Stone free. Hell yeah, dope.